日々の生活、感じている感覚、見ている風景、これは本当に存在する現実なのでしょうかシミュレーション仮説とは、私たちの現実が高度なコンピューターによって作られた、仮想世界である可能性を示唆する科学的な理論です。特に映画マトリックスは、この理論を映画として表現したもので、 仮想世界と現実世界の境界を探るストーリーです。シミュレーション仮説とは、一見すると SF 映画のような発想ですが、実は深い科学的哲学的根拠を持つ理論です。シミュレーション仮説の旅は、2000年代初めに遡ります。スウェーデン出身の哲学者、ニック・ボストロム教授がこの革新的な考えを提言しました。彼は、 もし技術が進歩すれば、未来の文明が、私たちのような生命を完全にシミュレートする能力を持つことができると示しました。つまり、彼らは私たちの現実を作り出すことが可能なのです。では、なぜ科学者や哲学者はこの理論に夢中になるのでしょうか。まず、これは私たちの宇宙についての理解を根本から揺るがすものです。宇宙がシミュレーションであれば、 それは私たちの物理法則や宇宙の起源についての考え方を完全に変えてしまうでしょう。また、この仮説は人間の認識に関する疑問も生じさせます。私たちの経験や感覚は本物なのでしょうかそれとも仮想現実の一部なのでしょうかボストロム教授は、もし私たちがシミュレーションの中にいるなら、 それを証明する方法があるかもしれないと示唆しています。ボストロム教授は未来の文明には3つの道があると説明しています。一つ目は高度な文明が消滅するというものです。このシナリオではどんなに技術が進歩しても、文明は自己破壊や自然災害などによって滅び、高度なシミュレーションを作成する段階には決して到達しません。 二つ目は、高度な文明がシミュレーションを行わないという可能性です。ここでは、技術的にはシミュレーションを作成することが可能ですが、倫理的、技術的、または他の理由により、文明がそのようなシミュレーションを行わないという考え方です。そして最も興味深いのが、私たちはシミュレーションの中にいるというシナリオです。これは、 高度な文明が実際に私たちのような意識を持つ生命をシミュレートする技術を発展させ、私たちはそのシミュレーションの中で生きているということです。もし私たちがシミュレーションの中にいるなら、それはどのようにして証明できるのでしょうか。また、それが真実だとしたら、私たちの存在や意識、自由意志についてはどう考えるべきなのでしょうか。 シミュレーション仮説は、これらの疑問に答えるのではなく、かえって新しい疑問を引き起こします。科学の世界では常に新しい発見がなされており、未来には可能性が広がっています。まず、量子コンピューティングの進歩が注目されます。量子コンピューターは従来のコンピューターよりもはるかに強力で、複雑な計算を瞬時に行うことができます。 もし私たちがシミュレーションの中にいるとしたら、そのシミュレーションを実行するのに必要な計算能力を持つのは、量子コンピューターのような技術かもしれません。次に、仮想現実技術の進歩です。現代の VR 技術は、よりリアルな体験を可能にしています。この技術がさらに進化すれば、 いつかは現実と見分けがつかないほどの仮想世界を作り出すことができるかもしれません。そうなれば、私たちの現実が高度に進化した仮想現実である可能性を考える際、重要な手がかりになり得ます。シミュレーション仮説は、ただの空想ではなく、一部の物理学者たちによって真剣に考察されている科学的な理論です。この理論の根底には、 宇宙が数学的な法則に従っているという事実があります。科学者たちは私たちの宇宙があまりにも精密に計算された法則に従っていることから、これが何らかの高度な文明によって作られたプログラムである可能性を指摘しています。例えば、量子物理学は宇宙の最も基本的なレベルで、すべてが確率と情報によって記述されると説明しています。 また、最新のコンピューター技術、特に量子コンピューターの進歩は、シミュレーション仮説を支持する一つの証拠とされています。量子コンピューターは、従来のコンピューターよりもはるかに複雑な計算を行うことができ、将来的には宇宙自体のシミュレーションを行う能力を持つと考えられています。しかし、これらの点は、 シミュレーション仮説を完全に証明するものではありません。シミュレーション仮説は、私たちの存在の本質や現実の性質について考えさせられるのです。この仮説が私たちの宇宙観や人間の存在に与える影響は計り知れません。まず、私たちの経験した現実が本物かどうかという根本的な疑問があります。 これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスの知識は確実なものかという問いに通じます。ソクラテスは私たちが知っていることの多くが実は不確かであることを指摘しました。次にフランスの哲学者デカルトの我を思う、ゆえに我ありの考え方が関連します。デカルトは自分の存在と思考が唯一確かなものだと考えました。しかし、 シミュレーション仮説は、私たちの意識や思考が仮想現実から生まれる可能性を示唆しています。もし私たちがシミュレーションの中にいるなら、宇宙は何を意味するのでしょうかそして、その創造者は誰か、あるいは何かなのでしょうかもし私たちの行動や選択がすべて、事前にプログラムされたシミュレーションの一部だとしたら、 私たちは本当に自由な意志を持っていると言えるのでしょうかシミュレーションの中での行動が現実に対してどのような意味を持つのかそれによって私たちの道徳感はどのように変わるのかという問いが生じます。もし私たちが仮想の存在であるなら、善悪の判断基準はどのように変化するのでしょうか多くの宗教は、 宇宙や人間の存在に神秘的な意味を見出していますが、シミュレーション仮説は私たちの存在が高度な文明の創造物である可能性を示唆します。私たちが生きる世界は想像以上に複雑で不可解なものかもしれません。皆さんもこの仮説について考えてみてください。そうすることで私たちの現実の本質に対する理解が深まるかもしれません。 この理論は私たちにとって重要な意味を持ち、未来への見方や私たち自身の存在について考えるきっかけを与えています。それではまた次の動画でお会いしましょう。